この回の先頭バッター長野倒れまして2番の橋本、今日は第1打席がフォアボール、そして先ほど第2打席はツーベースヒット、まあ、レフトに高く上がりすぎたかに見えた打球でしたがフェンス直撃のツーベースヒット、長打力も見せたという橋本です。2番バッターとしていずれも出塁、今日はプロ初のライトでのスターティングメンバー出場しています。まあ、本人もその長打ということに関しては自分はそういうタイプではないですからと言いながらも、今日試合前に聞くと高校時代は12本しかホームラン打てませんでしたからという謙遜の仕方をしてたんですが、はい、でもパンチ力ありますよね、そこは飛ぶんですからね。叩きつけて、あ、ここはセーフだ。今度は足で見せました、まあ、やや深い当たり高くバウンドしました。目も見せましたね今日はね、肩見せて長打力見せて足見せて、足を見せて、ね、いわゆる走攻守三拍子が揃ったという選手の一人、際どいタイミングではありましたが足でヒットをもぎ取っています。さあワンアウトランナー一塁、